こんにちは。本日もね、減量中の私のお昼ご飯ですねの風景を配信させていただきます。今ミルクがくしゃみしまくってるんですけれども、そんな中ご飯いただきたいと思います。本日のメニューはですね、まずこのお酢、今日のお酢は三種のベリークローズ、三種のベリークローズ、結構ねこれは美味しいですよ、甘くて。そしてでメインがこのもやしと刺身こんにゃくと牛肉炒めたものです。ニンニク塩と塩コショウで炒めてます。刺身こんにゃくこれ使ってるんですけど、めちゃくちゃおすすめですよ、刺身こんにゃく。なんか普通のこんにゃくよりも味がついてるんですよね。青さが入ってるから、このなんかつぶつぶしてるのがあるんですけど、なんか美味しいんですよねこれ、刺身こんにゃくで。そんなに火もね通さなくていいから、これ便利ですよ、とっても。そして定番のきゅうりの漬物、こっちはきゅうりのぬか漬けきゅうりのぬか漬け&きゅうりの漬物。次マグロマグロ売ってたんでちょっと買っちゃいました。マグロはね、うん、塩をパッパッパッと振りかけて食べますと。塩そんな感じでいただきます。ミルクがねいるの映ってるかな。ここにちょっとね、今日吠えがひどかったんでこちらで待機させてますけど。いただきます。マグロから。めちゃくちゃ美味しいですよ、マグロ。なんか今日たまたまスーパーでマグロの解体みたいなのやってたらしくて、もういっぱいマグロ売り出しててつい買っちゃいました。うん、めちゃくちゃ美味しいマグロ。次このメインのやつ、うんうん、ニンニク塩が本当におすすめなんですよ。ニンニク塩ぜひね買ってみてください、ニンニク塩。うん、やっぱりねもやしとこの刺身こんにゃく食べるとかなりお腹いっぱいになるんですよね。なんかほんと噛まないと満足できないタイプなんですよ。だから本当にこの刺身こんにゃくめちゃくちゃおすすめ、刺身こんにゃく。うんうん、しかも美味しいんですよ刺身こんにゃく。なんかこう茹でなきゃいけない普通のこんにゃくって結構臭みが、あったりして、なんていうか苦手だったりするんですけど、刺身こんにゃく刺身で食べれるぐらいっていう刺身こんにゃくなんで、本当美味しい味ついてんですよね、もともと。それをこういう風に炒めると本当に美味しい、おすすめですこれ。あとこんにゃくなんでね、お腹の調子めちゃくちゃ良くなりますよ。そしてね、きゅうりいただきます。うんうんうん、きゅうりほんと美味しいですよね。うんうん、
うん、次牛肉。牛肉のねポイントとしましては、国産の牛肉ってすんごい脂が、まあ、入ってて美味しいじゃないですか。だからこそ逆に普段だったら選ばなそうな海外のアメリカ産とかの肉、赤身だけの肉を選ぶと油分少ない、脂肪分少ないので、うん、低カロリーですね。だからそんな牛肉を選んでます。なるべく赤身だけの牛肉みたいな。あとはね、この器にもこだわりありまして、これ100円ショップのやつなんですけど、なんか大きいやつに入れたらいっぱい食べてる気分になりますよね、これ。まあ確かにもやしと刺身こんにゃく量多いんですけど、だからなんか満足感すごい得られますよ、これ食べると。ね。塩コショウとニンニク塩だけでかなり味付きますから、美味しい。ミルクずっといるんですよ、ここに。ちなみにね、一日の流れとしては私の生活の一日の流れとしては、まあ朝ごはん食べる前にミルクの散歩行って、有酸素みたいな感じ。それでその後に朝の YouTube だいたい作って、終わってから朝ごはん食べますね。それでその後にトレーニングして帰ってきてまあ買い物行って、それでお昼ご飯今みたいな感じでご飯食べてまたそれで夜の YouTube 作って、うん、夜もまた散歩行って寝るみたいなそんな一日です。うん、なんかミルクがね外に向かってすごい吠えるんで、うん、ちょっと今もうここに待機させてるって感じで今ご飯食べてます。うん、ちょっとマグロいただきます。めちゃくちゃ美味しいですよ、マグロね。ミルクもね、いろんなもの食べたいんですけど、アレルギーあるからいや、かわいそうなんですけどね、あげられないんですよね。まあこんな感じであのご飯食べてます、いつも。うんうん、今日はね牛肉ともやしと刺身こんにゃくとマグロ、あといつものきゅうり食べます。こんな感じでね今減量してます。結構毎食毎食ちょっと違うものを食べてはいるんですけど、うん、その時の、うん、体調というか自分の気持ち心、そういうの感じながら食材選んでみてます。うん、だから皆さんもね減量とかダイエット頑張ってる方いっぱいいると思うんですけどだからね、あのこう常識みたいなものにとらわれずにいろんな食材試して自分に何が合ってるかっていろいろ探してみるといいかななんて思います。ぜひね私と一緒に減量頑張りましょう。今日も動画見てくださった方ありがとうございます。またね、あの、皆さんがちょっとでも楽に生きられるような、そんな心も体も楽になるような動画出していきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録と高評価していただいて、また次回も
お会いしましょう。それでは本日も最高の一日を。